今回はコンプレックスの後付けやっていこうと思います。っていうのもコンプレックスがいよいよ運極になるということで、いやめんどくさかった運極、コンプレックスがめんどくさかった、もう個人的にはプレイにちょっと集中したかったから、とりあえず画面だけちょっと収録して、であとは後付けで喋っとこうかなっていうことで、初めてじゃね、後付けでやるとかっていうの、こういつもあれだからね、リアルタイムで配信とかしてるから、ね、自分のプレイをこうやって後付けでこう実況するっていうのは多分今日初めてで、今日初めてで最後かもしれない。やっぱここにメンバーの方は全員上手い人なんで、なんか僕のねグループの人たち全員上手い人なんで、まあ最近で言えばビビジョンとかもね、やっぱ運極にしたいよね。やっぱで僕がマルスと、ヘンメか、これがめっちゃ場所悪いな、これ。いやーすごっ、そんなとこに狙ってるのかな今これ。で、まあ、ここはまあ横か、まあ、最悪の場合入れ番とかするか、まあ、ここは起動させて、あとはで、これで倒せますね。で、これで積んで、うわうわうわ当たっ、当たんないの今の、あそうなの、今ので当たんないんだ。いやニュートン強いね、やっぱニュートンのさ友情がほとんどやっぱめちゃめちゃ強いから、これあれだね、ニュートンの SS がめちゃめちゃ強すぎて、もうコンプレックスがもう、あこれ場所やばいね、これ動ける、これいやうまっ、でボスが、あ踏んで踏んで、ああでも1個起動してるからなんとかワンチャンとか、いやそれじゃ無理だね、固定入ってこっち、うん、うわそれ最悪だな、ちょっとこれは右の盾を、右のやつを起動させに行って、いや踏みそうだな、そうだよね、やっぱでニュートン踏んでるからこれ横下がりの方が一番絶対いいな、これ。
ポンプのやっぱあれだよね、一番めんどくさいところって言ったらラスゲが結構めんどくさい。でこれでこれかな、下に行って、はっ、えでもどういうこと、え下に行って左に行って入るとかじゃないの今の。それは次に回す感じかな。え、どういうこと、どういうこと、え上行って下に、下にいる雑魚全員倒したんだけど。そう、あのこの時のあの収録してる時って本当に集中してるから、あの声も何も入ってないんですよね、ほぼゲームで。これはどう打つんだ、なので、ね、見返すのは本当に楽しみだった。あーこれぐちゃぐちゃになってるね、これちょっとやばいね。ただニュートンでこれ剣を発動させつつ下がっていけばワンチャンある。でマルス、あマルス入れればね、球場じゃなくて SS がやばいから。おおお、使っていく。やっぱ紋章もついてるからね、やっぱ火力もやっぱめちゃめちゃバチバチなんだろうな。でも3月の、もう3月なんだけどね、もう3月の、コラボ、ドラえもんのコラボじゃなかったのかね。ドラえもんのコラボって説明しちゃったのかな。上から来て、ああそうだね、ただ上から行くと今みたいに弾かれるんだよね。でこれでまた上から行く、ただ起動したからまあ良きみたいな。この1P の人と 4P の人は全員僕のサブアカとかじゃないですね。ちゃんと僕のグループの人たちなんです。なので、チャンネル登録、なので、チャンネル登録、なので、お、結構悩んでる、これ。だから、行って、倒していく。まあマルス残ってるからこれもう勝ち確だね。もう、まあ、ここはね結構個人的に一番めんどくさいところ。起動室ん止まったのか、雑魚に当たって止まったんだな。起動しないと結構めんどくさい。すごい動きしてんな。ただおお
で次のニュートン結構配置的にいいんじゃね。あ、いやでもそうでもないか、場所的に真ん中踏みそうだなこれ。でここであとはマルスをかましていけば、この下手にかますとこれぐちゃぐちゃになるんですよね。まあ、こんな感じこんな感じにぐちゃぐちゃになってめんどくさくなる。ただ下のやつが1個軌道刺さってるからこれそうだね、上がりつつのほうが一番効率がいい。おこれあともう雑魚消えたから左上のあれ狙って SS ぶっ破すれば絶対いける。剣は剣よりも強し、あなたの剣は見極めてあげる、ありのままの私で本当。はい、いやドロリッチが最高で、無事運極ということで、いやーめんどくさかったこいつは。ということで、次はビビジョンかな。それではおりやすはいこんにちは。